チャド・ハーリー、チャド・メレディス・ハーリーは、YouTube 社の創業者の一人で、元 CEO。シリコングラフィックスや、ネットスケープ・コミュニケーションズの創業者である、ジム・クラークは学府。父は、財政顧問官。母は、高校教師。ペンシルベニア州近郊で育つ。幼少時から芸術に対する強い関心を示し、1995年に、ツインバレーハイスクールを卒業後、 ペンシルベニア州立インディアナ大学でファインアートの学士号を取得。卒業後カリフォルニアへ移住し、ペイパルへユーザーインターフェースデザイナーとして入社。ペイパルのロゴも設計した。また、不景気の時期に後の YouTube 共同創業者となるスティーブ・チェン、ジョード・カリムと互いによく知り合うようになり、緊密なペイパルマフィアの一員になった。2002年にペイパルは、 いいべに買収され、3人はベンチャー計画の元手となる大金を手にした。2005年1月、友人たちとのディナーパーティーで撮った映像を共有したいと思ったことから、YouTube は生まれた。当初は電子メールでの共有を考えたが、映像のファイル容量が大きすぎるために困難だった。そこでオンライン上に映像を投稿することを考え、そのシステムを簡略化することになった。 ユーザーインターフェースの専門家であるハーリーは、主にサイトのタギングとビデオ共有のインターフェースの責任者だった。YouTube のロゴも設計した。いくつかのテクノロジー企業や、サンキュースモーキングプロデューサーのコンサルタントを経て、2005年2月に YouTube を設立。2006年10月、YouTube を Google 社に対して16億5000万ドルで売却した。2006年6月、 月刊誌、ビジネス2.0での投票で、重要人物50人の28位に選ばれる。2007年5月、ウェビー賞ウェビーパーソンオブザイヤーを受賞。2009年8月、2010年より、FIA フォーミュラ1に参戦予定のチームユースグップの投資家として、ビジネス面で参加することを発表した。2010年10月末、 YouTube の CEO を退任したありがとうございます